こんにちは、キッシャンです。先日 iPad mini の本体横のボリュームボタンが効かないというエラーが発生しまして、 Apple の方に修理依頼をして修理に出してました。ヤマト運輸さんのドライバーに本体を渡して発送で、3日目ぐらいですね、商品の方が返ってきたので開けてみたいと思います。こちらまず、Apple Care の冊子になりますね。交換用 iPad って書いてます。中身、日本語が16ページになりますね。Apple Care サービス、お客様へ。検証した結果、本体の交換が必要である、交換用 iPad をお送りさせていただきますって書いてますね。はい。またこれはちょっと詳しく読んでみたいと思います。おー、綺麗ですね。新品になっているので、保護フィルムやっぱり剥がれてますね。ここのボタンがおかしかったんですね。まあ、新品になってるんで動いてます。お、Apple マーク出ました。またゆっくりとバックアップ作業していきたいと思います。それでは、Apple から修理が返ってきたという動画でした。